青年学校令は教育に関する日本の旧直令で尋常小学校卒業後中等教育機関に進まずに職業に従事する勤労青少年男女に対して教育を行う青年学校の設置に関しての法律である最初の直令は1935年4月1日に交付施行され後に全部改正された青年学校令は男女青年に対し その心を鍛錬し、特性を寛容すると同時に職業及び、実際生活に必要な知識、技能を授け国民としての資質を向上させることを目的とする。青年学校霊施行前の実業補修学校と青年訓練所は青年学校と解消された。青年学校の設置者は、北海道、府県、市町村、市町村学校組合、町村、または、 町村学校組合に準じる公共団体、商工会議所、農会、詩人とされた。設置、廃止の認可は、道府県立の青年学校は、文部大臣、その他の青年学校は、地方長官が行う。原則として授業料を徴収することができないとされた。1939年4月26日、青年学校令が全部改正された。男子のみ普通か2年、 本科5年の計7年が義務教育化された。ありがとうございます。